どうもこんにちは。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂さんが12月27日テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショー2023年世間をざわつかせたニュース100連発に出演した際に、女性に騙される感覚について独自の理論でスタジオをざわつかせました。自らをいただき女子リリちゃんと名乗り、恋愛感情を利用して男性から総額約1億5000万円以上を騙し取った詐欺などの罪に問われた渡辺麻衣被告に関するニュースを取り上げたコーナーです。みちょぱさんが多分このニュース見て震えてる方もっといると思いますよ。どこからが詐欺か分かんないですよね。結構パパ活みたいに言われてるのがそこ詐欺に近いもの結構あると思うんですよと指摘しました。続いて一茂さんは、個人的に女性にお金を巻き上げられるっていうの俺は嫌じゃないと真逆の反応を見せ、スタジオは爆笑しました。あんまりテレビで言えないけども俺はそういう人生だからずっと、とさらなる笑いを生んだ。一茂さん曰く、気に入ってれば騙される自分も嫌いじゃない、騙されてるなぁと思ってもバッグとかあげてるからと真顔。女性からお金を求められるっていうこと僕は嫌いじゃないです。やっぱりそういう女性が一番信用できると持論をぶっちゃけ、コメントを求められたゲストの女優武井咲さんをとポカンとさせ、私と絶句させていました。一茂さんらしい破天荒なエピソードですよね。一茂さんの女性関係の破天荒エピソードは他にもあります。1月16日放送のテレビ朝日系出川一茂ホラン不思議の会 SP に出演した際、知り合いの女性がプライベートの LINE 応答をネットに流出させていたと明かしました。不思議な出来事として、知り合いの女の子の一人と LINE した時にびっくりしたんだけど、俺とのプライベートな LINE がインスタに上がっちゃったのよと明かしました。ホラン千秋さんが、どうしてスクショを晒されたってことですかと聞くと、一茂さんは、全くわかんない、俺の承諾もなくあげられちゃったと語りました。 LINE の内容を、こういう会話と紹介、会食することになって店を予約するやり取りが続き、一茂さんが、もちろんです、2名で取っておきます、ちなみにちゃんの名字は何でしたか、すみませんなどと送信しています。ホランさんが苦笑しながら、ちょっと待ってよ、これは本当にさ、ホイホイされちゃってるよと指摘します。さらに一茂さんは、実はこれだけじゃなくて俺との過去の LINE も全部インスタに上げてたと告白すると、出川哲朗さんが、理由は一つよ、笑いたいだけ、一茂からこんなの来た、見て見てでと笑わせました。すると、なんと一茂さんが、そんな子じゃないと否定しました。ホランさんが、どうしてこんなに頭の中がお花畑なんだと思いますと聞くと、出川さんが、それが長嶋一茂だからと笑わせました。一見ちょっとまずいエピソードな気もしますが、一茂さんが悪びれもなく話すので、なんとなく許されちゃってますね。そしてこんなエピソードもあります。一茂さんは1月12日金曜コメンテーターを務める羽鳥慎一モーニングショーを欠席しました。番組冒頭、キャスターの羽鳥慎一さんが、今日一茂さんお休みでございますと報告しました。一茂さんは2023年12月22日以降、同番組の金曜出演を休んでいたのです。一茂さんの欠席について SNS 上では、ほんまいい加減にしろ、もうクビでいいんじゃないでしょうか、一茂ずる休みしすぎなどと、さすがに批判が渦巻いた。ちなみに欠席の理由は、ハワイでバカンスを楽しんでいるから。一茂さんは1月1日放送の羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャルの生放送も欠席し、羽鳥アナが、一茂さんはいつも正月はハワイということなのでと苦しい説明をしていました。一茂さんは19年1月放送の訳あって
東京に住むのやめました。日本テレビ系に出演した際、18年に8回もハワイを訪れたことを告白しています。1回の滞在は2週間以上で、その間の仕事は全てキャンセルです。1年のうち100日以上はハワイに滞在すると明かしていた。頻繁にハワイを訪れる理由については、東京での生活や仕事が続くと何かが壊れる、それをリペア修復させるためと答えていました。年間100日以上もハワイでリフレッシュとは何とも贅沢ですが、人ごとながら気になるのは彼の収入面です。お金については全く問題ないでしょう。18年6月放送の梅沢富美男のズバッと聞きます。フジテレビ系に出演した際、一茂さんは芸能界をいつ辞めてもいいほど投資で稼いでいることを明かしています。23年12月放送のもう佐手塾大合宿スペシャル、テレビ東京系では自身のポートフォリオを公開しました。現在は 35% を不動産で保有し、他は株式や投信、外貨預金などに分散投資しているといいます。番組キャスターの相内優香アナから、資産は億は言っていますよねと聞かれると、一茂はここで言わなきゃいけないのと笑っていましたが、余裕で超えている様子でしたね。芸能記者一茂さんといえば、どうしても父親の意向や資産が重なって見えてしまいますが、偉大な父親を頼らずとも十分に余裕のある生活を営んでいるようだと朝芸プラスは報じています。そんな一茂さん、実は女性スキャンダルを起こしています。2022年8月、テレビ朝日ざわつく金曜日に出演した際、週刊誌に女性とのデートをキャッチされた際の裏話を赤裸々に語りました。一茂さんが現役時代の頃、とある女性から腕時計をもらい、その女性と鹿児島に行ったことがありました。川沿いの旅館に女性と一泊し、露天風呂に入るなど楽しんで帰郷すると、週刊誌から連絡が入りました。一茂さん撮っちゃいましたよ、写真をたくさん撮っている、出しちゃまずい写真もあるよと告げられました。カメラマンは望遠で撮影していたと推測し、向かいの岸から撮って、今思えば盗撮なんだけど、これ盗撮でしょって言えない若さがあったの当時はと振り返りました。イチャイチャしている写真が脳裏によぎった一茂さんは大慌て、週刊誌側と交渉を開始しました。写真は一茂くんが選んでいいよって言われて、本当なんだよ、でも女の子のことを考えてちゃんと全部喋るから写真撮り直そうって言ったのと告白しました。さらに、鹿児島もまずいって言ったの俺はという週刊誌の対応に関して、あの人たち写真を変えてって言ったら変えてくれるんですよ、ツーショット撮れたらとしつつ、最終的には二人で東京に帰ってきて近くの公園のベンチに座っているって写真に収まったとぶっちゃけました。一茂さんは鹿児島旅行を絶対周囲にバレちゃまずかったと強調しました。共演者からなんでと尋ねられ、その当時父親がまだジャイアンツの監督をやっていまして、それが週刊誌から連絡が来た時期が8月くらいだったんですよ。これからペナントレースの佳境が始まるっていう時に、一茂のスキャンダルって親父に怒られる、母親にもちょっととこぼしました。番組進行役のサバンナ高橋茂雄さんは、試合とかやっている日に全然関係ない鹿児島行って女の子とイチャイチャしている、そらあかんとダメだし、一茂さんはだろと応じ、でもその時にもらった腕時計持っていますよ、一応変なオチだけど今の女房です、その女性はとにんまり顔を浮かべました。それに高嶋千佐子さんはこの流れに納得いかない様子です。ええ、いい話になったから全然面白くないと切り捨て笑いを誘っていました。そんな一茂さん、さらにあるスクープをされてしまいました。2020年7月3日のざわつく金曜日放送では、一茂さんが娘との話をしました。この日は芸能リポーター井上光三さん、
のそっくり芸人として話題の井上翔光三さんがスタジオに登場しました。これ絶対に言わないでくださいよと、ざわつくトリオのスキャンダルを次々と暴露しました。まず翔光三さんが明かしたのは、最近起こった一茂さんと長女のトラブル。長女が買ってきたチョコレートを一茂さんが勝手に食べて怒られたという、うちわすぎるスキャンダルです。一茂さんは、なんでそんな情報があなたに入っているのと驚きながらも、事実ですと認めます。ダイエットをしている長女のため、カカオ 70% 以上のものがいいよと勧めたチョコを自分も食べたくなって手をつけてしまったという、チョコレートの表紙のところに誰も食べないでって書いてあったんだよ。そう書かれるとね、笑、美味しさが増しちゃうんですと白状しました。娘に、パパ食べたでしょと詰問され、食べてないよと否定したものの、信じてもらえなかった一茂さんは最終的に嘘を認め、申し訳ないと公開謝罪しました。そんな破天荒な一茂さん、ずっと愛されるのはそのあっけらかんとした性格からでしょう。これからにも期待ですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。